第2回中戸川先生が選ぶ食べてはいけないコンビニ商品ランキング。ありがとうございます。さあ始まりました、第2回目となります。この企画はですね、出演者の皆さんに好きなコンビニ商品を発表してもらい、加工食品ジャーナリストでもある中戸川先生に食べてはいけない順にランキングをつけてもらうという企画になります。それでは早速出演者の皆さん紹介していただければと思います。それでは神奈川広報部のポニカロードとスタッフの川本、よろしくお願いします。前回を踏まえてどうですか今回。前回やってもうすごい番組すごい好きで、何回も YouTube 見返しちゃいました。自分で。そう、自分で。私すごい影響を受けてて、あの卵とかめっちゃ食べるようになったし、いつもなんか買うときにミネラルのこと考えて買い物して。川本さん今回初めて。そう、前回で、ね、一番弟子にしてもらったんで。弟子もない。今日はだからもう、あの当然トップ2を俺が選んできてます。あ、なるほど。いや、それは食生活やばいもん。いや、でももう弟子1号として恥ずかしくない。絶対1号じゃないから。続いて今シーズンなんと堺シュライクス、関西独立リーグね、堺シュライクスのプロ野球選手としても、活躍したアスリート芸人のジューセーでございます。お願いします。ジューセーさんはすごいコンビニ好きよね。まあね、その安いのもそうだけど、手軽な方が、イメージのアスリートのイメージの食事管理は一切あんまりしてないイメージ。私そのイメージ全然気にしてないイメージ。全然好きなものも好きなだけ食べるっていうトレーニング。全然。さあ続いて、はい、なんと、うん、元リオデジャネイロオリンピック最終選考、はい、現シルクドソレイユトップのパフォーマーでもあるお笑い芸人ヘルショイさんです。お願いします。すごい肩書き、はい、お笑い芸人になったんや。あなた見てもらうと分かる、どんだけ体に気を使ってきたか。もうでも僕ね、中戸川先生も大ファンで。あ、なんか出たね。すごい人がいるなと思ったら、カーモンさんから中戸川先生、はい、いや知ってます知ってます、僕も見てます。あ、やっぱそうだな、アスリート的にはやっぱりそういうの大事になってる、はい、全部はい。へー、人生とは全然違う。はい、こんなアホです。今回もランキングをつけてくださるのは、加工食品ジャーナリストでもあり食品添加物オタクの中戸川先生です。よろしくお願いします。もうオタクですもんね。あ、オタクです。マニアでオタクです。マニアでオタクです。いや、今回もいろいろ商品ね選んでいただいて順位もつけていただいたと思うんですけども、はい、どうですかね今回は。もうお弁当ならお弁当ってカテゴリー決まってないから、お菓子の人もいればアイスの人もいる、確かに確かに、一種格闘技戦なんか。あ、ルールどこで自分で選択するか難しさはあって、中戸川カップとして今回はね、いろいろね、私の独断で選ばせて。最近のなんか食品なの加工食品のなんか業界はどんな感じとかありますかね。これはね、おかげさまで添加物がちょっとずつ減ってきて、増えてるのもあるんですけど、減ってきたのもすごく多くて、それはコンビニなんか行ったって買うもんないなんていう時代じゃないですよ。まあ、今日はその中でなんと中戸川先生がコンビニで、はい、買うまとも商品をちょっと紹介していただくということで、例えば、うん、セブンイレブンさんなんかですか、アーモンドフィッシュや当たり目、これ添加物も入ってないし、まあ、ミネラルも取れるしっていうことで、これがサキイカだったらダメなんです。なんで？サキイカはちょっとね、体に負担のかかる添加物が多くし、当たり目だと年配の方はタンパク質補給と噛む力を衰えないように、小さいお子さんなんかでも、ミネラルが取れてタンパク質が取れない。ファミリーマートさんもセブンイレブンさんもこのアーモンドの子だから、これはもう煮干しのミネラルとアーモンドのミネラルって得意不得意がちょうど補い合う形になってます。それをゴマでまとめましたっていうノーベルお菓子賞クラスなんです。プロテインバーみたいな、そういうのとか素材丸ごととかね、こういうのはやっぱり点が高いですね。なんか逆にイメージとして簡単に取れるから、ちょっと悪いもの入ってるかなとイメージが。さすが、簡単に取れるやつでひどいのも多いんです。こういうのが全部いいわけじゃなくて、これがいいんだけど。なるほど。そういう競技っていろんな味あるじゃないですか、はい、その中で特にこれがいい。もっと良かったんですけど、リニューアルで、一番良かったやつは今ないんです。わ、そういうのあるんだ。ただカロリーメイトよりは圧倒的にソイジョイの方がいいですね。こんだけ大塚さんが作ってるんですけど、ソイジョイはどれも外れがないんですよ。平均点高すぎる。そしてなんと、嘘、ポッキーは、実はこれ2ヶ月前までは買ってはいけない
けないトップだったんです。ところが江崎グリコさん今年社長が交代されまして、どんどん添加物を減らしてくださって、これも9月から2022年9月からとってもおすすめなお菓子に逆に仲間入りしたこともこんなこともあるんですよ。これの濃い抹茶もつぶつぶいちごもとても今おすすめになっておりますが、去年はこんな話とてもできませんでした。全くデザインは変わってません。そうですよね、中身を見るオタクだけが気づく。うわぁ、本当ですね。このミニマートさんで実は一番おすすめは缶詰でして、一番おすすめ六三サンマのかば焼きっていうのが、これ添加物もとっても少ない上に、青魚いくつもアジとかサバとかイワシとかいろいろあるんですけど、サンマが一番危険なものの蓄積が少ないですね。寿命が短い。ちょっと待って、もうずっとここで、そうですね、サンマ少ないですよね。ずっとまたこっちで。え、こっちもだよ。いや、だからもう、すごく嫌だ、ここの席。伝統豆スナックは、ファミリーマートさんよりもセブンイレブンさんの方がおすすめです。どちらも東鳩さんなのに、セブンプレミアムの方がちょっと添加物が少なく仕上がっております。どうして、どうしてって言われても。これははい、カラムーチョでございます。前回教えてもらったこと覚えてます。この形じゃなくて、なんか芋の形のやつの方がいいって言ってたの覚えてるんですけど、最近こっちが好きで、はい、だから素直に買ってくる。なるほど、自分が好きなやつを買ってきたということですね。これ、当たり目と悩んで、でもなんか当たり目持ってくのなんかちょっと恥ずかしいなって思っちゃって。商品名は砂肝。まあ、なんか前もなんかそう、前も牛カルビみたいな、なんかホルモンホルモンみたいな、そういうの好きよね。ホルモン好きです。はい、やんちゃんの2個でございます。美味しそう。はい、まず1個目はセブンイレブンさんのオマールエビのビスクです。ビスクでございます。まあ、これもね、これは本当に美味しくて私よく食べるんですよ。だから本当に大好きだから、はい、みんなに食べてほしいと思って、ね、はい、でも結果によっては食べない方がいいかもしれない。やだ、握って出してるよ。あかんな、食べて。今握られていたのはアイスクリームです。はい、チョコバッキー。これよく食べる。美味しいんですよ。美味しいんですね。そう、ここ、まあ、一番ハマってるアイスクリームです。はい、マヨネーズで間違いなくナンバーワンです。マヨネーズ、マヨネーズ、マヨネーズ、パン史上一番うまいです。パン史上この世に生まれ育ったパンの中で一番うまい。このパリパリ麺サラダセブンイレブンさん、これいつも、まあ、時期的に出たら絶対買ってるんです。かぼちゃプリンでございます。これね、これめちゃめちゃうまいです。口当たりもすごくいいですし、でかぼちゃの感じもめちゃめちゃ国産小麦粉。お前は大丈夫か。ピーナッツ揚げ聞いてください。本当に好きか。これ僕は妖精に行ったんや。めちゃめちゃ好き。これはまあ、僕ちめちゃくちゃ貧乏やったんですけど、唯一お母さん買ってくるお菓子です。これちょっとファンの方からあれちょっと中戸川先生に聞いてほしいって言われまして。ファンのおるんやね。はい、あ、まあ、僕のお母さんなんですけど。体に悪い悪いって言われてたんですよ。ほんとどうやったのね。ほんまはいいんちゃうかっていう。なるほど、ちょっと聞いてほしいみたいなのもありまして。そういうのもいいね。思い出の味ね。はい、思い出のお母さんの味を。お母さんと二人で戦います。はい、ということでね、以上商品が出揃ったということで、どうですかこれ見て。もう今うずいてましたけども、ね、私は誰が買ったものかわからないで審査をしてもらった。衝撃の結果が出ました。ちなみにこれ1位ね、要は一番ダメな商品を選んだメンバーには罰ゲーム。第10位はセブンイレブンかぼちゃのなめらかプリン。はい、ありがとうございます。騙されました、中田が先生に。だってクリームはダメって言ったもん。これね、条件がありまして、上のクリームは残すっていう条件で。あー、なるほどね。これ僕生クリームが苦手なんで、これ毎回誰かに食べてもらってからかぼちゃの方を食べるんで、だから食べ方も誰にプリンの成分というか、あれはいい。非常にカラメルソースも、自然なものだし、かぼちゃプリンのベースも非常にいい。なるほど、
しいまともなプリンだと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。もしかしたら大会の可能性あるある。両端やだな、はい、一番面白いからそうしてな。やめとけ。第9位はセブンイレブンパリパリ麺のサラダ。若干お野菜から栄養が抜けてるとはいえ、うんうんうん、これ買ってきていただいた10種類の中ではかなり上位に入れざるを得ない。まあそうか、やばい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 、ヘルシーだと思います。これ実はこのドレッシングとかとかもドレッシングも本当はそのマヨネーズは、うん、あのカロリーオフタイプじゃないマヨネーズがついてた方がいいんです。これね、カロリーちょっと多くなってますね。でもそれでもセブンプレミアムさん、セブンさんがかなり気をつけてテイクアウトを選んでるので、十分これはヘルシーと言っていいレベルです。プロのアスリートだなと思って。あ、でも今見た時にこのね、生クリームの部分は除いてとか、このちょっとね、ドレッシングはちょっとって言いつつも、はい、このね、トップということで、すごい他の評価がいかにいまいちかってことです。ああ、なるほど。第8位はローソンガーリック香る砂肝焼き。やったー、はい、出ました。これ、ローソンさんの砂肝焼きは、うん、あのもちろんタンパク質豊富で、ミネラル豊富ということもあるんですけど、人工的な旨味調味料が全く入ってない。普通こういうのって、うん、味付けやるときにね、濃い味付けでビールが進むようにしたい気持ちをぐっとこらえて、若干日持ちを良くする、添加物をいくつか使っただけで、はい、人工的な旨味なしと。ただちょっとなんで1位じゃないのっていうと、鶏肉の産地がブラジル産だったんで。なるほど。国産かタイだったら1位だった、そういうところは。タイの鶏は、はい、やっぱ中国産ブラジル産よりもちょっと安全性がある。なるほどね。第7位はセブンイレブンオマールエビのビスク。おお、こちらはやっぱりあのエビのミネラルが濃縮されていて、で、よくまあこういうのはね、飲食店でも、オマールエビのビスク売ってますけども、はいはい、遜色ないような原材料表示なんですよ。まあ、若干うまみ調味料入ってますけども、大好きですよく食べますって言っても全然私も、あ、じゃあ私も買おうかなって。私おすすめしますこれ。ナイスプッシュ。第6位はシャトレーゼのアイス、濃いチョコバッキー。まさか同じ人が買ったと知らずに、あのこちらシャトレーゼさんということで、非常に添加物が少ないんですよ。なるほど、そうなんですね。もっともアイスですから少ないということもあるんですけど、それにしたって少ないですね。乳化剤は大豆由来って書いてあるんで、おそらくレシチンで安全性高いし、安定剤としても合成添加物ではなく、はい、既存添加物の増粘多糖類っていう昔ながらの樹木の樹脂とか使ってますんで、それに粘りを出すものにしたって安全性なものを選んでる。コンビニのアイスは良くないのが多い中でよくこれを選んだ。確かに。でこの順位になったっていうリスクを取ってね。アイスクリームって書いてありますが、はい、ラクトアイスやアイスミルクよりワンランクツーランク上なんですよ。うわ、今ジュンセイとアカリンがもう抜けたからね。弟子引退するわ。なんでこっち側から言ったの。第5位は明太マヨネーズおにぎり。そうでしょ。明太のおにぎりいっぱいあるのに、うん、なんでこう一番評価が低いやつやったの。なんならこれ以外だったらもうちょっと順位、例えば鮭とか、そう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 、昆布とかも、そう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 、よりによってマヨネーズも明太子もやや添加物をよく使う。なるほど。ハミマルさんが見てて怒ってると思います。なんでよりによってこれを。じゃあそれ出すなよ。第4位カラムーチョ。確かに旨味調味料などの添加物が多いんですが、うん、実はあのさっきテルさん言ってたけど、はい、このこれ乾燥マッシュポテト由来じゃないんですよ、カラムーチョって。意外と芋の栄養が残ってるタイプの
と直線近い。ああ、そうなんですね。入りますね。私の中では商品名言っちゃうと、ポテトチップスやじゃがりこ、じゃがビー、カラムーチョあたりまではセーフなんです。セーフなんですね。で、アウトって言ったら怒られちゃいますけど、ああ、ちょっと私は買わないなっていうのが、このチップスターとかプリングとか、ポテロングあたりからちょっとあってる。ポテロングも。この辛さとか、はいはい、ホットチリとかいうのは大丈夫なんですか、チリ味。あ、これはまあ、うん、そんなに体に負担のかかる添加物はないです。そうなんですね。はい、で、サイン売れきたらもうやばい。102号とかそういう色番号のついた合成色素を使ってない、はい、でなおかつ赤色色素もアレルギーが指摘されているコチニール、カルミン酸、ラックといった、サボテンに付着する貝殻虫を潰した体液が使ってない、使ってない、はい、ですからこう野菜色素と口なしで色をつけていて、もちろんあと変な添加物は入ってません、うん、ただただ栄養がないだけで2位になってしまう、うん、たまにおやつで食べる分には全然 OK なんですよ、ね、ただこの中では栄養価が一番低いのでちょっと、うん、まあ、なるほど、あ、そっちの観点か。最下位1位にしてしまったこのピーナッツ揚げなんですけど、うん、あのもちろんあの国産の米粉だし、うん、はい、ピーナッツでミネラルは、そうなんです、ミネラル取れるんですよ、はい、お子さんがですね、うん、ピーナッツのアレルギーやクルミのアレルギーが問題になってまして、ミネラル食材の中ではピーナッツは私なかなか上位に上げにくいんです。なるほど、先生、アレルギーのお子さんが中東川が YouTube でこれいいって言ってたって、うん、ピーナッツアレルギーはちょっと怖いなと思って、うん、なるほど、ミネラルの食材の中でピーナッツ選ばれるとちょっと私としても押しにくい。なるほど、なるほど、最下位にせざるを得ない。もう一つ最下位の理由がありまして、これ米粉 100% しかも国産でいいんですけど、うま、ん、み、うん、調味料が複数使われてる。なるほど、人工的なうまみ調味料、化学調味料と言われているアミノ酸と、うんうん、あとアレルギー性が指摘されているタンパク化成分解物で、うん、指摘されてます、うん、タンパク化成分解物で腸に炎症を起きてしまうとちょっとピーナッツもより危ないかなという。あ、そうなんだ。大人が、おじさんが楽しむならいいんですけど、うんうんうん、ちょっとお子さんにはちょっとどうかなと思って今回再開にさせていただきました。結構家にはあったから食べてた記憶はありますね、かつてのピーナッツ揚げと今のピーナッツ揚げはちょっと違うんですよね。昔はこんなに味付け強くなかったんですね。これもお父さんのビールのつまみに使っていただいた。じゃあ本当に私の映像を見てくださってたのかな。私は誰が買ったか知らなくてこれを一度、まさか、まさか同じ人だとは。しかも一番ファンと豪語してる。1
ここがなんでここここと、はい、2、9、10位の差は大きいですよ、ね、だからオリンピック行けなかったの前は。そう、あと一歩のところで。そういうことよ。でもね、間違えてました。でも今分かりました、うん、いかにここに入ってないんかじゃなく、いかにミネラルを一食で補うかなんですよね、中田川先生。シュッてやるのに寄せようとした。もうちょっと離れてもということでね、順位、はい、が出そろったということで、はい、まあ、先ほども申し上げましたけども、なんと罰ゲームがあるんですけども、その前にですね、はい、なんと、10位のこの1万いい商品を選んだ10世ですね、はいはい、10世に中戸川先生が選ぶコンビニまとも商品、おこれを喋っておけばめちゃめちゃいいぞという商品を選んでいただいたので、はいはいはい、こちらを、商品としてプレゼントしたいと思います。R1 乳酸菌も魅力なんですけど、はいはい、やっぱり現代人タンパク質不足してますんで、うん、ヨーグルトからも取れて、なるほど、ね、ヨーグルトいいんですよね。何添加物入ってません。あ、もちろん大丈夫。自分いつも買っちゃうから、はい、いただきます。じゃあ飲んでね、一言お願いいたします。見たことない、本当に。はい、どうですか。これね、本当に僕プラシーボ効果の人なんですけど、もうこれで風邪は予防できてます。それいいこと言ってたんですよ。もう出るですね、罰ゲームでございます。毎回ダン、はい、R1 の嘘低糖低カロリーバージョンでございます。マジで、さっきのこれはもうこれ普通のノーマルパターンですね。強さ、おすすめとあんまおすすめじゃないやつが両極端なんですよ。人工甘味料がちょっと腸に負担がかかるんですよ。なるほど。それが腸を良くする飲み物なのに腸に負担のかかるってダイレクトになってるので、ちょっともったいないな、わけわからないんですよ、ね、そうなの、はいはい、そしてまだあります。京丹さんシュワコーララムネですね、ラムネ、こちらのラムネ強烈に仕上げてありますんで、うん、甘み、人工甘味料がやっぱりこちらも入っちゃってるんですね。なるほど、はい、これもおすすめできないな。じゃあなんとまだあります。先生これでフレッシュブレスケアですね。そう愛用品です。あ、これ愛用品、はい、あ、でもこっちじゃなくてなんかもっとミントみたいなやつ、あ、まあ、もっと濃い色のね。そうそうそう、どうですかこれ。いや、そのストロングミントも、うん、こちらも同じぐらい良くないんですよ。こちらは、ね、人工甘味料とあと合成着色料の中でも、うん、緑3号というちょっと特殊な型番、ヨーロッパでは使用禁止のやばいじゃん、入ってるんでかなりちょっとやばい。先生がだからニークタブリーキック臭いときどうするんですか。いや、あのね、同じ小林製薬さんで、うん、カムブレスケア、はいはい、カムブレスケアはそういう着色料、人工甘味料一切入ってない。いいこと聞きましたね。ちょっと入れてあげて、あの、はいはい、同時に何個入れるの。全部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 は無理でしょ。やっぱ MC は全部やばい、全部です。 MC は普通にせなあかんだ。全部です。金子さんに見てくんの。いけいけ、はい、いきます。どうぞ。よいしょ。もう気にしてるのいる。やばいこれ。超やられるね。そうよ、ちゃんと考えてくれということですよ。うまいの。そんな入ってたっけこれ。めっちゃ入ってた。なんか永遠にずっと飲んでる。やっといった。いった。目がバッキバキ。いや、それだけ変わる。すぐ変わる。目がってなっちゃうね。そんな商品売って、まだやばい薬みたいなの売ってないからね。なんと、てる、もう一個報告がありまして、はい、なんと、このね、買っていただいた商品、全額の代金をあなたが支払うってことです。ありがとうございます。お疲れ様です。金ないねん。お疲れ様です。じゃあ負けたんだよ。ブレスケやった。ブレスケなのに。あ、やめて、やばいやばいやばい。やめろやめろ。ちょっと待ってお願い。煙が出てたよ。うまいねん、60の中今。やばい、やめろやめろやめろ。やめろやめろ。やめろ。はい、ということで以上になります、はい、どうでした。でも結構好きなものがそんなにヤバくなくて、うん、安心しました。なんか勉強してるって言ってたもんね。なんか卵食べてるね。おあと海苔も食べてる。ごまも食べてる。おいいおいしいよ。はい
私の中でマイブームの一押し商品がね、うん、上位で良かったアイスクリームも、他のはね、結構あんまり良くないという中で、これがね、良かったっていうことで、これからもね、食べ続けたいと思います。俺はやっぱ弟子として、3位のあれ、本当に、めちゃくちゃ食ってるからね。日本であれ食ってる量ランキング言ったら俺結構トップクラスだったよ。あれが3位っていうのはちょっとあれだけど、まあでも、まあ、悪いなりにでも食べますので、それでもやっぱ食べられないんで、ね、まあでも本当に好きなやつだけで、うん、まあ言ったんですけど、なんか今回はちょっとなんかね、レベルが低すぎてちょっと上位だったんで、うん、ちょっと次回はもうしっかりとこれがいいっていうやつを、うん、まあ買おうかな。なんか本当に食べてるやつを出してくださいね。食べてるよ。次から本当ね、食べてるやん。やめとけって。ちょっとね、今回はちょっとこういう形になってしまったんですけど、芸人だからなんかこういうあれじゃね、そう、隣の方とは違って、違う、お誰が隣の方がいつもほんま見てるんです、うん、大好きなんですよ、中田さん、ね、で、今回は後ろも見ずにほんまに買っていたんです。いや、そういうものなんですね、今回は。みんな見てるの。そうだよ、嘘じゃないよ。でも、でも変わんない変わんない方向に行きます。もうね、コンビニは、買えるものだらけになってるので、ね、もっといいものもありますので、うん、ぜひお菓子買うにしても、ちょっと手軽な食事するにしても、もっといいまともなもの買ってもらえたら嬉しいな、うん、はい、ちょっとね、私の動画見てるとは思えない方がね、そうですね、いたのが残念です、はい、とは言えないですけども、ありがとうございます。ちゃんと見ろよ、動画。ありがとうございました。それでは以上、第2回中戸川みつぐ先生が選ぶ食べてはいけないコンビニ商品ランキングでした。また第3回でお会いしましょう。ありがとうございました。